皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、YouTube の配信一通り終わりまして、はい。5分間のトレーニングも終わりましたので、お祝いに一杯いただきたいと思います。夕方前の一人語りです。おいしい。あー、おいしい。あー、おいしい。はあ、いや、今日はいろいろ話したな。喋りに喋りに喋りまくったな。ほんと喋った。いやー、1時間たっぷり喋ったな。はい。いやー、けどいろいろ勉強になったな。はい。勉強になりました、本当。はい、楽しいっす、嬉しいっすね。はい、楽しいっす、本当。あ、いやー、 YouTube やっていいなって思うところですよね。やっぱね、こうやってね、あの YouTube がなかったら繋がらないような人と繋がるっていうのがね、はい、本当いいことですね。はい、いやー、ほんと、もう外は暗いんですか、この時間ね。えちょっと分かんないですけど、ここにいるとここにいると全然分かんないですよね、外のことが。はい、音しか分かんなくて。はい、まあ、ずっと同じ明かりですから、ここにいると。はい、だから寝室に行くとね、もうぐっとこう間接照明だけになってね、ぐっと暗くなるんでね、もうふーっと寝ちゃいますよ、本当に。はい、もうバッチリ寝ちゃいますね。はい、あ、おいしい、おいしいな。いやー、ちょっと食事減らしてるんですよ、今。はい、だからまた痩せれるんじゃないかなと思ってます。はい、とうとうセブンイレブンに行かなくなりました。はい、はい、まあ、ちょっとこれ聞いたら驚くかもしれないですけど、私今食べてるのはアーモンドチョコレート、アーモンドとチョコレートは別のタグにしようかな、アーモンドチョコレートと柿の種とピーナッツ、はい、以上です。はい、アーモンドとチョコレートと柿の種とピーナッツだけで生きてます。はいはいはい、これでフルスロットルで動いてます。はい、家事してシャワー浴びて YouTube して、その後も作曲したりいろいろやったり、人と連絡取ったり、はい、全部やってます。はい、フルスロットルで頭動いてます。はい、まあ、ビールにもカロリーありますけどね。はい、ビール書いておきましょうか、じゃあ。ビール。液体だけどね。はい、カロリーには変わりないんで。はい、で、糖質オフとか僕全然そういうの飲みたくない人なんで。はい。はい、そうですね。はい、そんなの邪道だと思ってるんで。はいはい、糖質オフ飲んだらその分食べ物が欲しくなっちゃいますからね、多分。そういう人って、そこまでしたい人は。はい、だから全食べ物から糖質オフするぐらいの気合がないとダメですよ。ビールだけじゃなくて、ビールだけ糖質オフしたって意味がないですよ。はい、ほとんど意味がない。はい、と思ってるんで。はい、だから僕は美味しいビールが飲みたい。美味しいビール、はい、いつもプレミアムビールを飲んでます。はい、そうですね。いやー、ピーナッツがね、あとアーモンドがね、やっぱり豆類ですからね、畑の肉と言われてますからね。はい、豆類はね、
まあ、これが効いてるんじゃないですかね。で、前は豆腐とかサラダチキンとかも食べてたんですよ。あと半熟煮卵とか全部セブンイレブンで買ってたんですけど、それをなくしました。はい、なくしました。なんでね、痩せるんじゃないかなと思ってます。これを続ければ。トレーニングもしてますし、頑張りますよ。ダイエット。そうですね。いやー、仕事のメールが来ちゃいますね。やっぱどうしてもね。いや、いろいろやってるんでね、仕事じゃないですけどね。仕事じゃないんですけどね。まあ、お金が入ってくるもあるので、仕事か。なんかいろいろ、なんか、頼み事が舞い込んでくるんですよ、僕。本当に。もう人には言えないような頼み事とか来るんで、というかあんまり YouTube で言っちゃいけないような頼み事とか来るんで、ちょっとね、大変です。いや、ありがたいことですけどね、そうやってね、頼りにしていただけるのは。いやー、頑張ろう。いろいろ頑張ろう。あ、今日そういえば8時からショートシネマの、そうだな、あったな、会議が。私も参加しようかな。そうですね、参加しよう。本当は役者は参加しなくていいんですけどね。けど別に、企画担当じゃない方も参加して構いませんっておっしゃってたんで、わざわざおっしゃってたんで、だったら参加しようかなと思ってます。時間もあるんで。そうですね。やっぱ、映画どうやって作るか知りたいですよね。監督、監督じゃない。まあ、脚本、監督、演出、撮影、編集、そんな感じなんでね、どうやってやってんのかなって、やっぱ知りたいですよね。知っておきたいですね。ということで、ダイエットと各種活動、頑張りたいと思います。今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。良い夜をお過ごしください。